近い将来起きる可能性が高いと予測されている南海トラフ巨大地震。広島県内では最大震度6強、死者は最大でおよそ1万5600人が見込まれています。さらに地震に伴って発生するのが津波です。これは広島県が作成した南海トラフ巨大地震が発生した際の津波の動きです。地震が発生して3時間から12時間後には県内の沿岸部を中心に最大で 1.9 メートルの津波が想定されます。地震、そして津波が来たら広島の街はどうなってしまうのでしょうか。地震の揺れについて研究している広島大学の三浦博之准教授に伺いました。広島市の中心部というのはもともと江戸時代ぐらいに埋め立てた干拓地が広がっていますので非常に柔らかい地盤が堆積しているということで非常に揺れやすい地盤になっています。高知県とか徳島県なんかに比べると、南海トラフ巨大地震の時の津波というのは広島県は比較的小さいと言われています。そうは言っても沿岸部では高さ 1,2 メートルぐらいの津波が来るというような予測がされていますので、海際に立っている建物なんかは、影響を受ける可能性は非常に高いと思われます。三浦准教授によると広島市内では地図の赤くなっている沿岸部の方が地盤は弱いため強く揺れることが分かっています。そうした地域の一つが海に近い広島市南区の宇品地区。大通りには大きな建物も目立つ一方、古くからの町並みも残る地域です。この辺り古い住宅地になっていますけども、後ろ見ていただくと分かるようにですね、ちょっと高くなっていて、こちら側がやや地盤が低くなっています。でこういったところはですね、やはり水が集まりやすくなりますので、津波が来た時により高い津波の、高さの津波に襲われるという危険があるかと思います。この場所の海抜はマイナス 0.3 メートル。周辺よりも低くなっているため、津波が来た時に被害も大きくなると予測されています。国の計算によりますと、この辺り3メートル以上の津波が来るというふうに予測されてますので、こういった戸建ての建物なんかは壊れてしまう危険が非常に高いというふうに考えられます。さらに地震発生時には、建物の高さの違いによって、揺れの大きさが変わると指摘します。地盤の揺れやすい周期と建物が揺れやすい周期が一致してしまうとですね、共振という状態になって揺れが大きく増幅されてしまうという恐れがあります。そうなってしまうと中に住んでいる人にとっては非常にこう大きく揺れを感じてですね、恐怖を感じてしまう。この実験では建物の重心の位置の違いで揺れの大きさに変化が起きることが分かります。こちらの模型はですね、低層の建物と高層の建物を表しています。で、建物というのは基本的には高さによって揺れやすさ、揺れの周期というのが違います。同じ場所で揺れが起きた場合でも建物の揺れ方は高さによって変わります。その時地面の揺れの周期と建物がもともと持っている揺れやすさの周期が一致する現象を共振と呼び、揺れが強くなる原因となるのです。揺れが大きくなりやすいという意味では、こういう20階建てぐらい の, マンションが危ないと言えますが、一方で低層の建物なら安全かというとそうでもなくて、もちろん揺れ自体が大きくなりますし、建物の耐震性が十分でない建物というのはやはり被害を受ける可能性はあります。南海トラフに限らずですね、広島県ではいくつか活断層による地震というのも予測されていまして、活断層の地震が起きるとですね、私たちの暮らしている都市のすぐそばで地震が起きる可能性があるので、広島にもいつ大きな被害をもたらすかわからない地震による災害、対策を忘れることなく一人一人の心がけと行動が重要です。